はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。皆さん、お久しぶりです。 DJ トムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、皆さん、 DJ トムはお久しぶりなんじゃないでしょうか。今日も DJ トムは氷結を飲んでおります。 DJ トムはマリノス戦の時は何されてたんですか？神奈川ダービーですかね。ちょっと待っててください。ラララララララ松木玖生。ちゃんと覚えちゃってる。いやいや、ゴール裏のトリコロールの紐の人するなよ。最高でした。ああ、浦和対 FC 東京戦を見に行っていたということで、神奈川ダービーは追っかけ再生だったんですかね。タオルがね、すごい非常に好きなんで。大迫もありまして、松木玖生もあって、マリノスもあって、それなに、レッズ？レッズ、引退した時の選手みたいな。引退した時、ゴール裏からもらってる選手。引退した時、ゴール裏からタオル大量にもらってる人すなね。いや、またもらってる、もう一枚。それどこ？マリノス。マリノス。はい、そしてビリケンも乗せている。ビリケンも乗せて。引退した、ありがとう、ありがとうじゃないの。ゴール裏にありがとうじゃないのよ。まあ、そう、まあ、ということで、それはどうでもいいんですけれども、神奈川ダービーのですね、振り返りの方を行っていければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、僕のですね、スタメン予想もあえなく外れましたね。まあ、この畑中選手と、まあ、渡辺晃太選手、宮市選手、まあ、ここ3枚外れました。ただ、この畑中選手、上島選手のこの2センターバックめちゃくちゃ良かったじゃないですか。畑中選手はあんまり最近怪我で試合出てなかったじゃないですか。そうですね。僕らもてっきり別に上島選手が穴を埋めてるみたいな感じの、はい、あれでしたけど、やっぱり特徴はありますよね。やっぱり畑中選手が入るだけでビルドアップのスムーズさっていうところがちょっと変わってきますよね。まあ、あとは解説陣に牧野さんがいたので、でもよく感じるっていう。あ、ちょっと僕、赤ちゃんがいて、いつもマリノス音量ゼロで試合見てるので、牧野さんが何て言ってたのか分からないんですけど、詳しく教えてもらっていいですか？いや、だからもう一個一個だから、あ、この持ち出しがとか。あと上島選手もめっちゃ褒めてたみたいですね。それこそエディソン選手が決めた時も、一回前半あったじゃないですか。ありましたね。うん、あの時に、リプレイの時に、畑中選手がこう、上島選手の方をこうやって向いて、ちょっとライン上げてるんですよ。はい、上げてましたね。だからそれで、もう、いやー、これよく、畑中よく上げてんなー、みたいな。あ、牧野さんが言ってたんですか。そうそうそう。あと、一個一個ビルドアップのところも、細かいのも、あ、いいなー、畑中、みたいに言ってたんで。やっぱもう、本当プロの、じゃあ、ディフェンダー目線から見ても、やっぱ畑中選手は非常にいいと。いやー、だからもう、畑中選手がすごい、だからよく見えちゃいますよね、多分。久しぶりに見たら。いやー、やっぱり良かったですね。ビルドアップの部分だったりとか、守備の部分、そのコントロールの部分だったりとか、昔からマリノスを支えてくれてる選手だなっていう印象です。いや、だから本当にこれってサッカー見てないけど、私たちこのチャンネル楽しめるかなって思ってる人たちにも伝えたいんですけど、はい、ドーンって当たったりするのも、はい、それドーンってだけじゃあんまり怖くないじゃないですか。はい、でも稲川淳二さんがブン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 って言ってたらめっちゃ怖い。稲川淳二さんがもうこう勢いよくブンブンブン。それ織田武道じゃん。ちょっとあーってなってあーでもブブブブブブ、こりゃこりゃーじゃないのよ。いや、意味が分からないから。だからなんだ、中谷淳二さんが夏場にこうやってやっぱり効果音を強めに言うとより怖くない。で、それは頭が何に通じるの？大変申し訳ないです。何も通じてないのかよ、お前。ただ言いたかっただけやないかよ、お前。ただ言いたかっただけやね。大変申し訳ない。稲川淳二、オーレイオーレイすな。そこで稲川淳二出てくるのは夏だけだ。絶対やらないだろ、稲川淳二は。稲川淳二は日産スタジアムの大型ビジョンに出てくることは一生ないだろう。で、まあ、畑中選手、今ね、注目されがちだったんですけれども、上島選手、ここ最近、
パフォーマンスえげつなく良くないですか。いやー、上島選手前半もそうですけど、エリソン選手やり合ってましたもんね。めちゃくちゃやり合ってて、エリソン選手すごいストレス溜まってましたよね。いや、それでも試合終わった後のインタビュー見る限り、エリソン選手がにはやらせないみたいな。はい。もうあと、もうそれこそもう本当に男子から見るとあんまりあんなに髪の毛短くしてないなとか、女子受けがもうあれ絶対いいや、いい髪型。絶対女子受けいい髪型だし、あれだけイケメンででかかったら無双するやつですよね、多分上島選手。いや、本当にだってあれだよ、もう本当俺警官だよって言っても分かんないぐらい。別にサッカー選手ええやろ。警官って言う必要ないやろ。お勤めご苦労様です。これが似合う。お勤めご苦労様ですじゃないの。メキシコの国家の時。メキシコの国家はそうやるんだ、チェック。まあでも上島選手のやっぱり2シーズン目ということで成長が著しいですね。いや、何それ。メキシコこうでした。いや、それあれじゃん、モームズじゃん。ほら行こうぜ、ほらみんな行こうぜ、ほら。世代ですね。世代ですね。ということでね、そんなことはどうでもいいんですけれども、まあ、川崎フロンターレね、戦、まあ、圧倒的にマリノス前半は内容で押してましたよね。いやー、だから、僕もリアルタイム見てなかったんで、真にどうだったって、前半決めきれないのが全てだったって言ったら、まさにね、前半あれだけチャンスがあると。そうですね、あれだけ、まあ、4点ぐらい多分ね、チャンス全部決まってれば入っていたんじゃないかっていうぐらい決定機があったので、まあそこ1点ぐらい決めたかったんですけれども、この日はもう本当にゴールポストに嫌われたりとか、まあ、ついてなかったりとか、あと一歩のところ決めきれなかったりとか、まあ、それがなんかちょっと宮市選手っぽかったですね。まあ、宮市選手はなんかにしてもやっぱり、これも解説陣の人たちが言ってたのがあるんですけど、やっぱコンディションがいいですね、今、あの選手は。めちゃくちゃコンディションいいですよね。早いですし、もう本当一人で仕掛けていて、最初の方とか、ぶち抜いてましたからね、瀬川選手。宮市選手が桃かなんかに当たって、バーに当たった時だったじゃないですか。ありましたね。まあ、あれが入らないっていうのがやっぱ宮市選手の。宮市選手らしいですよね。あれが入らない。まあ、そこもらしいって言っても決めてほしいんですけど、まあ、あたりが決めきれなかったっていうところが全てなのかなと思いますし、後半はね、拮抗した試合になりましたが、まあ、マルシーニョが退場してくれたので、まあ、そこから押し込んでいたんですけれども、まあ、ちょっとあれですか、やっぱり天野純選手も、なかなか天野純選手らしいパフォーマンスが見せられないですね、ここ数試合。フリーキックも実はまあ小学校ぐらいから、まあ、一緒小6ぐらいかな、もやってて、一番嫌なやつ。一番嫌思いっきり蹴って、ゴールの上越えてって、取り行かされるんですよ。あ、最悪なんですね。あいつ何世かやる、取り行かないんですよ。うわぁ、一番嫌なんです、あれ。一番嫌なやつ。めちゃくちゃ遠くまで行っちゃうやつね。めちゃくちゃ遠くまで行って、あいつがもうなんか何故か取りに行かないっていう謎な行為を。もうその頃からもうボールボーイ。その頃からもボールボーイ欲しいキスですし、ジダン5。ジダン5。ジダン5を背負ってたんですね、その頃から。その頃からジダン5。まあ、ちょっとね、僕が思ったのは、まあ、このベンチに、井上健太選手入らないのかなと思ってて、やっぱり。いきなり入れてきてね。そうですね、もう肩の怪我があって、なんかよく昨シーズンとかも相手とぶつかったりとか転んだりするとすぐ肩痛がってたじゃないですか、井上健太選手。なんかすごかったですもんね、交代した時も一回肩めちゃくちゃ痛そうで、手術したんですよね。で、手術して、で、おそらくもう治ってると思うので出れる状態だとは思うんですけれども、このベンチの中にそういったちょっと飛び道具持った選手いないとなかなか流れ変えるの難しいですよ。流れ変えるのも難しいですし、やっぱり結局アンデルソン・ロペス選手、エウベル選手前半めちゃくちゃ良かったじゃないですか。めちゃくちゃ良かったですね、エウベルも。やっぱりあれ今後じゃあ選手たち出なくなるとどうなるんだって言ったら、自然とやっぱ弱くなりそうですよ。まあ自然とね、なかなか勝てない試合が続きそうなので、まあ、エウベルがね、どれだけの怪我を負っているのかっていうところも非常に気になる部分ではあるんですけれどもね。あんだけアンデルソン・ロペスがいて、センターフォワードが誰かいないと思う、あんな J3 の杉本健也選手戻したいの、こんなことなの。マジで点決めた後な、オラオラポーズなんですかね。なんすか、杉本健也。めちゃくちゃオラついてるやん。めちゃくちゃオラついてたらもうネタにしますから、ね、ブレイキングダウン出れるぐらいオラついてるやん。いや、オラついてる、こうやって杉本健也って決めたぞ、こうやって。また戻すか、夏に。あ、
これあの TVer のあのマンデーフットボールで見れますね。ああ、マンデーフットボール TVer、今 TVer なの？あ、再放送、再放送あのしてくれてる。地上波、地上波でやってんだよね、マンデー。あの声聞けますんで、ジャパン。英雄杉本。出たの？それ聞けます、それ聞きますんで。テンテレンテレンテ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 レンテレンテン。いやいや、それ、それはリーガ・エスパデローラのレアル・マドリードが安定して勝つね。対するセビージャは5連敗。続いてセ・リーグを、セ・リーグの方に移ります。セ・リーグ？え、野球やん。ということで、また関係ないんです。抑えの車運転してくる。めっちゃ落ち着いてる人ね。リリーフとか、あの、大魔神佐々木とか乗ってくるやつね。めっちゃ落ち着いてるやん、運転。で、神奈川県三浦市で、ライドシェアが始まるみたいなのでね、あの、ぜひ、あの、リリーフか、運転手は、あの、ライドシェアの、あの、副業としてやってみてください。あれ、楽やな、仕事。まあ、でもね、ちょっとね、村上雄一選手、まあ、もちろんセンターフォワードの選手とはいえ、あの、まあ、左ウィングで、出てたわけですが、結構厳しかったですね。厳しいからこそなんでしょうね。もともと適性もない上に、そうですね。それでもアピールしてほしかったですよね。一人少なかったんで。そうですね。それでもなんとかアピールしてほしかったんですけれども、ちょっと逆になんか悪く目立ってしまったかなというような印象がありましたし、苦肉の策でキューウェルもここに村上入れて、まあ、加藤蓮選手ね、右ウィングで入れてみたいな形になってしまったので、まあ、結局相手が一人少なくなってしまったん、にもかかわらず、まあ、決定機をなかなか生み出すことができなかったですし、なかなかちょっと得点の匂いを一人少なかった後も感じられなかったですよ。ここ最近というか去年僕ら配信の中でなんか第二の酒井宏樹になるとか言ってたじゃないですか、僕ら。はい。だから結局あのアンデソン・ロペスが裏に抜けた時も村上雄一選手は関東学院の時だったら多分ね、いけたと思って、フォワードとしての。あ、嗅覚がね。でもなんか、うんともすんとも言いたかったじゃないですか。そうですね。反応できてなかったので。あれはなんかもう、便利屋さんになってた、やっぱ時期のあれですよね、やっぱりもう。もうなんかあれですか、野生の動物から動物園に収監された動物みたいになっちゃってるって感じですか。アンデルソン・ロペスもなんか何のアピールもしなかったのがちょっと心配ですよね。やれよみたいな。そうすなんか、あそこでしょみたいな感じも何もなかったじゃないですか。もうなんか呆れちゃってるみたいな。もうそろそろもう辞める新人のバイト君を見てるようなパーソナルまあ、あいつ辞めるがいいや、何も言わなくてみたいな。それ僕の最近付き合った彼女がもう唯一言ってました。なんで？アンデルソン・ロペスずっと出てないって。サッカーを見ない彼女が言ってました。アンデルソン・ロペスずっと出てない。すごいね、それ。サッカー見ないのにアンデルソン・ロペスって言ってる。下田さんの真似もできるの、もう。アンデルソン・下田さんもできるんだもん、彼女。めっちゃ下手さんするやん。これすごい。いやいやいや、誰だっけそれ。これは天野純選手があのなんか公式で初ゴールのフリーキックの時 の, あの天野純選手が転がされて喜ぶ新潟戦の時、アルビレックス新潟戦の天野純選手の超ロングフリーキック、ロングフリーキック、壁にレオシブラと松原健もかけた。松原健、あ、なんかルヴァンかなんか、ナビスコかなんかだっけ、なんかそのカップ戦かなんかの時 の, あのロングフリーキック、天皇杯か、天皇杯か。で、下田さんが挿入してくれるんだよ、これシーンが。いや、ちょっと無理です、それ。これすごい。これすごい。オッケー、入れとくわ。まあそうですね、ただ、まあ、アンデルソン・ロペスもね、高井選手良かったっすね。そう、それなんですよ。うん、高井選手が今後日本代表というか、まあ、軸になっていくべき選手ですね、あれは。いや、本当なっていくべき選手ですし、まあ、そこに上島だったりとか、まあ、畑中選手っていうところも割って入ってほしいですが、まあ、若いですからね、いかんせん。もう、ロペスがなんて、もう、こうやってもう、なんかもう、こうやってやってるじゃないですか。いや、お疲れ様ーっつって。お前、君すごいね、君すごいねって。前半よくやったな、みたいな感じで、なんか、あれね。あれの時にもう牧野さんと佐藤久さんがもうあれでした、もうこういうのいいですねって。そうですね、あれはいいシーンでしたね。ちょっと高井選手切れてましたからね、あの時ね。切れてたけどアンデソン・ロペス選手がお前よくやるなみたいな。だ最後の方っていや君すごいね。君すごい。
で高井選手も西さんの芝がひどすぎて、高井選手小学校の時の雨の泥んこサッカーやった後みたいな泥がついてましたよ、体中に。本当になんかもうあれよくわかるのが、土曜日めっちゃ降ったの、日曜日試合長坂グランドぐらいだよ、横須賀。そうですね、わかる人にはわかる。日曜日は、ね、横須賀市民病院の隣にある、長坂グランドっていうところがあるんですけれども、そこでねドロドロで試合にやらされる時があって、本当ドロドロになって父兄を、困らせるっていう、もう洗っても洗っても泥落ちないみたいな。これだからマリノス の, 練習クリハまで見終わった後に、そういえばマリノストークチャンネルの人たちがいたら長坂グランド行ってみようって言った場合、次の下り の YRP 伸びで降りてバスで行って行けるっていう。しかもバスで30分ぐらいかかるっていうね。めちゃくちゃ遠いっていう。で、多分おそらく平日なんで何もやってません。何もやってない。ただの土。土を見に行くだけ。で、ちょっと体調悪いところあれば病院で見れるっていう。その土もいずれプレゼント機会に出します。いらねえな、誰が行くねん。まあちょっとでもね、長坂のグラウンド見て、土見て、佐島が近くにありますから、佐島で美味しい海鮮食べて、佐島も結構行くだろうね、佐島そっから30分ぐらい歩くんですけど、伊勢海老とか売ってるんでね、伊勢海老買っていただいてということで、佐島遠いか、地方坂変わんない、佐島とか遠かった。いや、まあ、ラモセ、なんでよ、そんな遠かったら日本坂変わんないよ。いや、変わるよ、佐島どうても日本サッカーには関係ねえよ。っていうことでね、まあちょっとこれは勝ちたかった試合だったですが、まあここは、まあ、得点を取れなかった攻撃陣が反省すべきであって、本当にディフェンス陣、まあ、この特にセンターバック2枚は本当に褒めたたいたいです。今年初のクリーンシートですか。そうなんじゃないですか、多分。で、本当にやっぱり安定した守備を見せて、エリソンもね、ベンチに追いやって、いやもうこの2人はもう完封したわけですから、もうここはちょっと今後期待ですよね。で、ここで攻撃陣の、ね、ヤンマデとかが戻ってきてくれれば、守備も安定して攻撃も爆発して、そこでまた波に乗って勝っていけるかなと思うので、次重要な試合ですから。次はどうすんですか、次は。次、ヴィッセル神戸、アウェーです。やられちゃうよ、宮代に領域展開、あいつやってきますよ。大丈夫、エリソンより、エリソン止められたんだから、上島と畑中で宮代シャットアウトですよ。で、まあ、DJ とも行くんですか、これは。さすがに行かないですか。さすがにこれ行かないですけど、もう本当に領域展開やられて、うちはオダムトの術でこうやってほっ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 向こう漫画なんだから、負けるやん、これ。五条悟れたよ、オダムの。五条悟れたよ、オダムの。負けるやん。いや、負けるやん。向こうのアニメやんか。そうですね、まあ、そんな感じで、ちょっとこれはプレビューできるかちょっとわからないんですけれども、レビューは必ずやりますので、引き続きチャンネル登録、いいねの方、よろしくお願いします。ワンの最高峰はプレビューする。五条悟れたオダムの。オダムの方だよ、お前。宮代が点取ったのこうやってやるのね。お前、オダムド対五条悟のプレビューした。やばすぎる。はっはっはっほじゃない。オダムド。オダムド対五条悟のプレビューは絶対しないです。ということでね、引き続きチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。よし。ありがとうございました。ありがとうございました。